東方製菓ポテトフライミニチャーム、いやー懐かしいのがいっぱいありますね。どら焼きでしょうか。はい、こちらでございます。何これ。こんなの見たことないんだけど、あんまよく見ちゃうとね、これ綿ですね。これね、完全に綿。ペテルギウスじゃなかったね。そうっすね、ペテルギウス。ペテルギウス、ペテルギウス。はい、どうも SH スタジオです。いつもご視聴いただきありがとうございます。皆さん、ゴールデンウィーク楽しんでますか？ SH さんはね、残念ながらゴールデンウィークないんですけども、そんな SH さんでも回せるこちらのお菓子系のガチャガチャ5個を今回は皆さんと一緒に共有していきたいと思います。はい、まず1個目はこちら、駄菓子屋さんでおなじみのポテトフライのガチャガチャ。パカッと、さあ出ました。これ懐かしいやつですね。駄菓子屋さんに行ったら絶対買ってたな、これ。こんなキャラいるの、こんな可愛いの。さあ出ました、こちら、でーん、東方製菓ポテトフライミニチャーム。いやー懐かしいのがいっぱいありますね。まずはポテトフライ、フライドチキン味、カルビ焼きの味、カラカラチキン、じゃが塩バター、照り焼きバーガー味、たこ焼きマヨネーズ味、コーンポタージュ味の全7種類となってます。こんな種類あったの知らなかったな、石井さん。狙うはチキン味でございます。さあ今回チキン味が出たんでしょうか。じゃーん、当たったのはこちら、てーん、てってるってってーん、あ、な、お、なにこれ。カラカラチキン、辛いやつが当たった。いや、辛いのは食べたことないですよ、 SH さん。これすごい、ほら、こことここで袋になってんの。親切ですね。親切だけどちょっと取りにくい。さあ出ました、こちらでございます。うわー懐かしいっていうか、今でも食べてますけどね。いや、うまそう。リアルだな、これ。この本体はね、出会ったことないですね。いや、こんなのあるんだ。大人のポテトフライ、カラカラチキンだって。いやー、これどこで買えるんだろう。コンビニとかじゃね、売ってないですよね、多分ね。アマゾンとかで検索しちゃった方がいいのかな。いや、気になる。めっちゃうまそうじゃない。すごいクオリティ高いですね。しかもこれ中入ってるっぽいんですよ、これ。いや、入ってます、入ってます。2枚入ってますね、結論ね。裏面の成分表はほら、0キロカロリーになってますね。本商品は食べられませんね、決してね、口にしないでください。これね、美味しそうですけどね。こんなところで寝ちゃダメでしょ、通報入ってるよ。森へ帰ろ。はい、続きまして、ケンエレファントさんから出てきました、メーカーミニチュアコレクションの6ですかね、これね。もうケンエレファントさんは安心してね、見れますからね。これも楽しみですね。白いガチャガチャ、パカッと。さあラインナップから見ていきましょう。うわ、いいじゃないですか、これ。あんみつ欲しいな、あんみつ。いやー、これ楽しみだ。うわー、うまそう、これ。まず1番、亀重のどら焼き。2番、銀座若松元祖あんみつ。これいい。3番、メルテイングポットハラペコ株式会社好物デカシ9粒入り最初箱琥珀糖だって。ちょっと待って待って待って、すげえ長いですね。メルティングポットハラペコ株式会社好物お菓子9粒入り最初箱琥珀糖だって。すごいね、これね。4番、株式会社山七食品でいいのかな、人形焼き、美味しそう。5番、株式会社玉屋総本店のしゅうめ。いや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 、いいのばっかりあるじゃないですか。あんみつですね、これを狙っていきたいと思います。そして今回当たったのはこちらでございます。さあ何が当たったんでしょうか。あー、かわいい、なんかいっぱい出てきた。すごい細かい。どら焼きでしょうか。いやー、これ見てください、人形焼きが当たりました。めちゃくちゃ可愛い。ケンエレさんらしいですね。めちゃくちゃ細かく入ってますよ。まずもみじ、はい、そしてなんかどら焼きみたいな、あ、書いてある、なんか津軽の太鼓って書いてある。うわ、そしてこちら、はい、なんかなんだこれ、たぬきです。そしてお皿、そしてこの人形焼きの掛け紙みたいなのが入ってますね。あー、かわいい、すごい。あ、なんかないね、これ、なんかついてる。そして人形焼きの本体ですか、これ。おー、かわいいね、なんかね。あー、かわいい、たぬき。そして化粧箱がちゃんと蓋と下で個包装になってます。はいはい、こんな感じ。あ、硬い、これ、すごいね。山田屋本所七不思議山田屋、めちゃくちゃうまそうじゃないですか、これ。
ちょっと綺麗に組み立てていきたいと思います。はい、組み立てるも何もね、ただ入れるだけでした。でさっきの掛け紙はね、これ蓋した時にもちろんこういう形でね、掛け紙をするんですね。でこの下のところにテープたちをねつけてくっつけちゃうっていうね。いや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 、これでもくっつけちゃったら中見れないからね、ちょっと寂しいね。これはこれでね、別で取っときたいと思います。なんかこれだけ見るともみじまんじゅうっぽいですよね。うまそう。いや今一生懸命この1個ねえなと思ったらさ、ここに紛れてんのね。それほどリアルなガチャガチャということで、皆さんぜひね、ちくんにやったら回してみてください。これほんの気持ちだから。いいんですか？そしたら先っちょ結構です。はい、続きまして東京バナナのガチャガチャ、これも楽しみですね。東京バナナってなんか東京に住んでるとなんか名産的な感じしないんですけども、東京人も食べるとね、すごい、あ、なんか東京って感じだなって思うね、商品ですから。何言ってるか分かんないんですけど、東京バナナ見つけた、いいんじゃないですかこれ。はい、ラインナップはこちらでございます。まずは東京バナナ、空飛ぶ東京バナナクマス、東京バナナツリー、東京バナナハート、東京バナナパンダ、東京バナナブニャンコ、東京バナナラッコ。何、あのストロベリー味とかあのバナナ味とかそういう関係じゃないんでしょうかね今回ね。なんかチョコとか食べたことあるんですけどね、やっぱね普通のノーマルのバナナがうまいということで、今回当たったのはこちらでございます。でーん、あ、なんかすごいブチブチの感じのやつが出ましたね。ブチ柄。いやでもこれノーマルじゃないっていうことは確かでございます。はい、こちらでございます。何これこんなの見たことないんだけど。ブチを探せ。ブチは何？あ、これ東京バナナツリーが当たりました。食べたことない、東京人だけど。東京人だから食べたことがないのかな。だって買わないもんね、お土産でね、自分のところはね。でもよく言うじゃないですか、自分の地元の名産ってあんま食べないんですよね。名産かどうかわかんないんですけどもね、この東京バナナツリー、あ、でもチョコバナナ味って書いてますね。いやでもSSさん昔食べたチョコバナナとはちょっと違いますね。ちょっと洒落てますね今回ね。このガチャガチャ自体はほらプニプニしてね、ちょっとスクイーズっぽい感じがあります。可愛いですね、プニプニ感が。でもSSさんはやっぱね、バナナ派、もうプレーンのバナナです、一押しでございます。デザインは多少関わりました。がっつり牛柄だもんね。はい、続きまして超リアルミニチュア駄菓子マスコットセブンです。第7弾まで来ちゃったんですねこれね。パカッとまずね、ラインナップから見ていきましょう。ラインナップはこちらでございます。ででででで、 A 抽選箱ラムネ、これ欲しい。 B コーラゼリー、 C ソースせんべい、 D 綿菓子、E コインチョコの全5種類となってます。これはどれ当たっても当たりでございますね。懐かしい。あ、対象年齢7歳なんでね、結構ね優しい感じですね。まあ今7歳のちびっ子たちね、こういう駄菓子屋なかなか少なくなっちゃったんでね、見たことないかもしれませんが、当たったのはこちら。じゃーん、なんだ、お、超カラフルじゃんこれ。カラフルなのは、あ、来た綿あめが当たりました。めちゃカラフル。こんなにカラフルな綿あめありましたかこれすごいね、顔描いてあって可愛いですね。たっぷりふわふわ、うわうわうわ、いいじゃないですか。テンション上がりますよね。綿あめっつったらやっぱりさ、こう棒に刺さってね、お祭りとかにね行くとよくさ、こう買ってもらうんだけど、結局食べきれないっていうね気持ちがありますけども、これぐらいのサイズだったら食べきれるのかな。裏面はこんな感じです。栄養成分表は書いてないです。あんまよく見ちゃうとね、これあの綿ですね、これね、完全に綿、ふわふわしたものが入ってますね。なので決して口にしちゃいけませんよ皆さんね、食べちゃダメです。でも今回ね、この中だったらこのね、くじ引き抽選箱ラムネなんかもね面白そうだなと思ってちょっと狙ってたんですけどね。いやいや、この綿あめも可愛くてよかったと思います。これ森の樹液より甘いよね。まさかそんな甘い。はい、そして最後はこちら、満月コーヒー店のガチャガチャ、パカッと。さあこのシリーズね、前一回回したことあるんですけど、いやジェネリックガチャかなんかでね当たったんですけどね、すごくクオリティが高かった気がします。はい、こちら
シリウスのレアチーズケーキ、ペテルギウスのプリン、真夜中のパフェ、満月バターのホットケーキ、星空のバターサンドということで、ね、めちゃくちゃうまそうなやつが勢ぞろいでございます。このクオリティがやばいんですよね。またね、ウルトラニュープランニングさんね、結構ね本気出してくるときやばいですからね、ちょっと楽しみですね。そして今回当たったのはこちらでございます。でーん、あ、なんかすごい、あー、これいいんじゃない、レアチーズケーキ的なやつですか、これ。シリウスのレアチーズですって。こちらでございます。うわー、なんかすげーリアル。いや、最高最高です。ありがとうございます。いやー、これはいいですね。めちゃくちゃいいな、これ。感動しました。いや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 、めっちゃ綺麗。これずっと見てられるわ。すいません、なんか SH さん主観になっちゃいますけども、いや、これですよ、これ最高。個人的にレアチーズケーキが好きっていうのもあるんですけども、あー、なんかキラキラしてるのがついちゃったな、これ。このさ、なんて言うんですか、紫色の透明感といい、このブルーベリーのツヤツヤ感、レアチーズはちょっとね、あー、ちょっとうんって感じなんですけど、いや、これ相まってですね、いいんじゃないですか。こうしたクッキーですね、大好きです、SS さん。こうですよね。いや、なんならこれもこうない感じ。これですよ、ほら。ちょっとウルトラニュープランニングさん、マジ本気出しすぎですね。星空シリーズはね、集めたくなります。ぜひね、皆さんこれはね、見つけたらやるべきです。絶対に回してみてください。ペテルギウスじゃなかったね。そうっすね、ペテルギウス、ペテルギウス、ペテルギウス。はい、ということで今回はお菓子系のガチャガチャを5個ですね、開封してきました。こんな素晴らしいガチャガチャが当たりましたよ。 SH さん的にはね、このウルトラニュープランニングさんのね、星空コーヒー店のガチャガチャ、これがハマってしまいましたね。そろそろね、ゴールデンウィークも終わっちゃうかもしれませんが、ぜひ皆さんお近くにありましたら、こちらのガチャガチャ回してみてください。よろしければチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。